突如現れた闇により世界は危機にさらされた。しかし闇は4人の英雄によって封印され、この世に平和が訪れた。そして今、世界各地でわずかながら異変が現れていた。それらの現象は黒き前兆と呼ばれ、かつての闇の眷属という噂が広がり、人々は恐れるようになった。そしてさまざまな理由から引き寄せられるかのように集いつつある戦士たち、今ここに英雄たちの新たなる物語が始まる。飛行艇グランセブンを操る片腕のキャプテン。幼い頃両親に捨てられ、妹と共に空族樹道に育てられた。その後帝国士官学校を優秀な成績で卒業したものの、束縛を嫌って空族に転向。ボロボロの敗戦でドゥール砂漠を通り抜けるその姿から、不断の実行力を備えた無謀な男と評される。ある事件で愛する妹と右腕を同時に失ってからは、フックをつけて世界中を飛び回り、悪魔の船のキャプテンと恐れられている。フリードは空を行く愛機グランセブンを操って、風の吹くまま気の向くままに、日々新たなる感動を追い求め、真実への情熱を抱きつつ、彼こそは大空を駆け巡る自由の男、キャプテン・フリード・ヴェレス。さてと、そろそろ見えてくる頃だな。ちょうどこの雲の下あたりのはずなんだが、おお、あれだ。あそこが白銀の騎士ダイナの故郷、アデン。あの町に降りるのは久しぶりだ。よし、グランセブン、一休みするぞ。この日俺は長旅の途中、アイキ・グランセブンの補給のためにオルグランの田舎町アデンに降り立った。まさかそれが忌まわしい過去の清算につながることになろうとは、この時の俺はまだ知る由もなかったんだ。相変わらずのどかな町だ。人も景色もどことなく暖かい。そうだ、確か白銀の騎士の家はこの辺りに。おや、マルコ、今日は暗くなる前に帰るのよ。ちょっと聞いてるの？
したんだ、坊主。坊主じゃない、俺はマルコ、この町の平和を守る勇者だ。その腕、お前悪者か。ボロボロの船に乗って手下を使って宝物を横取りしたりしてるか。確かに俺はボロ船に乗ってるし、クルーも何人かいるが、決して宝を横取りしたりはしないぞ。一体誰がそんなことを。紙芝居で見た。紙芝居。町の広場の紙芝居だ。間違いない、あの悪者にも同じフックがついてたぞ。おい坊主、それはだな。坊主、くっそー、僕もバカにしたな。もう許さないぞ。お前は絶対悪者だ。俺がやっつけてやる。かーなあ。よししないぞ。相手が悪かったな。ファイナルチャプター、ファイト。危ねえ、何よ。ちびっこが。どうした、かかってこい。戦い続ける、キャプテンだからさ。 You win! くっそー。大丈夫か、少年。どうだ、立てるか。さ、ありがとう。なんだ、おっちゃん本当はいいやつなんだな。少年、その言葉どこで聞いた。え、どこって。こないだここに来たおっちゃんが教えてくれたんだ。じゃん、どんなやつだった。すっごくムキムキで、すっげーかっこよかったよ。こんな大きな銃でババ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 ーン。心得、忘れもしない、あいつの口癖だ。そうか、生きていたか。少年、そのおっちゃんどこへ行った。あっちかな。あっち。あ、じゃない、よし、ありがとう。また会おう。特訓、頑張れよ。あ、じゃあね。フックのおっちゃん、バイバーイ。あいつがこの町に、あの日、
俺の前から姿を消したまま何の音沙汰もなかったが一体どこで何をしてるやら。ちょっと尋ねたいんだが。え？あれ？あれれれれれ？あんた、その腕！もしかしてバルタナ殺人事件の？なぜそれを？ほら、これに乗ってんじゃん。いやー、嘘だろ、マジかよ、すげえな、本物じゃん。腕か？その服どこで作ったんだ？なんか仕掛けとかあんのか？な、ちょっと見せてくれよ。なあ。悪いな。これは見せ物じゃないんだ。ケチくさいこと言いやがって。ちょっとくらいいいだろうがよ。おいおい、ちょっと待った。それが人に物を頼む時の言い草か？いちいちうるせえんだよ。そんなのどうだっていいだろうが。そうか、ならば力ずくで教えるしかなさそうだな。なんだやるかてめえ。上等だ。全力で来い。正々堂々、お前の拳すべてを受け止めてやる。ファイナルチャプター、ファイト。ハッハッハッ。行けぞ。悪いな、俺は立場上負けられないんでな。あんた意外にやるじゃねえか。偉そうに説教するのはちょっとムカつくけどな。若いやつに礼儀を教えるのは大人の役目だからな。俺もだんだんどこかの誰かに似てきたな。え？なんだって？
いや、すまん。なんでもない。フックの性能は見ての通りだ。俺は逃げも隠れもしない。あ、よくわかったよ。乱暴して悪かったな。あの事件、犯人見つかってねえんだろ。一日も早い解決を祈ってるぜ。じゃあな。やれやれ、まさか新聞ネタにまでなっているとは。あれ以来、毎日空を飛んでいるばかりで、地上のことにはとんとご無沙汰だったからな。あの日、いや、考えるのはよそう。いくら後悔しても、もう遅いんだ。待てよ、あの事件が有名になっているとしたら、もしかしたらどこかにあいつの消息を知っている人間がいるかもしれないな。ただの噂でもいい。せめて何か手がかりがつかめれば。確かバンデランド家はこの辺り。父の世代の確執、必ず清算してみせますよ。そこの君。は、僕のことでしょうか。ちょっと聞きたいんだが、君はバルタナで起きた事件のことを知ってるか。バルタナの事件、それが何か。知っているんだな。だったら教えてくれ、あの事件で。待ってください。いきなり何なんですか。その腕、まさかあなたは。ああ、あの時腕を切られた張本人だ。すごい。まさかこんなど田舎であの有名事件の当事者に会えるなんて。ぜひ話を聞かせてください。あの事件の真相は、動機は。まだ誰も知らない裏情報とか、当事者ならではの思いとか、何かあるでしょう。何も答えてはくれませんか。僕は事件の真相をこのように推測したんですが、どうでしょう。ある日、いきなり現れた妹と同居するという羨ましい環境に置かれた兄。ひょんなことがきっかけで妹に恋愛感情を抱くようになってしまう。いつものように妹が寝ぼけて兄の布団に潜り込む。そして現場を目撃する親友。お前ら兄弟じゃないか。その言葉に切れて戦いへ。兄は親友に腕を切られ倒れる寸前、偶然兄の刃が妹に。私、お兄ちゃんのお嫁さんになりたかった。あなたの時間を5分ください。お前は男の子しよう。教えを話してあげましょう。受け止められるか。ファイナルチャプター、ファイト。くそ。くそ。早け。わかりました。
事件の最新情報をクレアアイズで調べてあげましょう。クレアアイズ？ああ、バルタナの方はまだ浸透していないのですね。クレアアイズと言われる魔法陣を使って遠くの人の様子を調べたり連絡をしたり、いろいろな情報を探したりすることができるんです。ま、使う人の魔力や人権にもよりますがね。僕は毎朝世界の最新情報をチェックするのが日課なんです。そうか。キーワードはバルタナ殺人で検索。あ、ありました。重要参考人とはいうものの、実際のところは容疑者、やはり犯人と考えられているようですね。複雑になってきたぞ。これによると、消えた友人は殺された妹さんと恋仲だったと。ああ、その通りだ。やはりそうですか。過激なスキンシップを図ってくる妹、そんな妹の誘惑に耐えられない兄は恋愛感情を忘れようと親友を紹介、妹と親友は恋仲になる。しかし妹は親友と恋仲になりつつも兄のことを思い続けていた。お兄ちゃん、私のこと好き？他を当たるか。あいつが重要参考人。どういうことだ。待てよ。あの時俺は傷の出血がひどく気を失って倒れた。その後一体何が。やべえ、誰か来る。おい、オディール、もう面倒はまっぴらだ。話しかけられても答えるんじゃねえぞ。はい、お父さん。声がでかい。誰だ。お嬢さん、こんな夜更けに何を。怪しいものではない。俺はキャプテン・フリード。燃料補給のためにこの近くの町に立ち寄った旅人だ。唐突な質問をしてすまないが、バルタナの事件で行方不明になった男のことを知らないか。背の高い筋骨たくましい男で、名前は。うるせえな、しつこいんだよてめえはよ。喋る杖、これは珍しい。お嬢さん、一体。余計なお世話だっつの。おお、俺も世界中でいろいろなものを見てきたが、こんなに態度の悪い杖は初めてだ。
ちょっと見せてくれないか。うるせえ、触んな、ぶっ飛ばすぞこの野郎。恥じることはない。相手がこの俺だからな。帰りてー。ファイナルチャプター、ファイト。帰ろう。改めて聞こう。バルタナの事件で行方不明になった男のことを知らないか。知ってるぜ。そいつが事件の犯人だろ。に？てか噂だけどよ、なんでもそいつは腕を切られた兄貴の友達で、殺された女とは恋人同士だったらしいぜ。まあよくある地上のもつれってやつじゃね。地上のもつれ？違う、あれは現場は血だらけでひでえ状態だったって聞いてるぜ。目撃者の話じゃ、やつは兄貴の腕をぶった切って部屋を飛び出したまんま、それっきり。今じゃ立派なお尋ね者ってわけさ。何も知らねえのか？見てみろよ、世界中やつのポスター貼られまくりだぜ。まさか。あれからどれほどの時が経ったのか。あの後、俺の周りの奴らは俺を気遣ってあの事件に触れようともしなかった。そんな俺もまた、やがて時間が、そしてあの大空が俺の悲しみを癒してくれた。だが、俺は生きてたのか、ジョゼッタ。あの、どなたですの？申し訳ない、人違いだ。死んだ妹にあまりにも面影が。そうでしたの、お気の毒に。
失礼した。待って。今ジョゼッタっておっしゃいまして。ああ、それが何か。いつでしたかしら。今と同じように誰かと間違えられて声をかけられましたの。その時も確かジョゼッタと。あいつだ。教えてくれ。そいつにどこで会ったんだ。え？会ったのはいつだ。どんな男だった。服装は、髪は、痩せていたか、怪我をしていたか。そいつはどこへ向かっていった。それ以上近づくとただでは起きませんよ。頼む、教えてくれ。おやめなさい。フリー vs オリビア。フリー vs オリビア。ごきげんよう。待たせたな。お知り合いになれて光栄です。Final chapter, fight! だからさ。 You win! 取り乱してすまなかった。あの方も同じことをおっしゃっていましたわ。取り乱してすまないって。そうか。確か浅黒い肌で上半身裸のいでたち。火薬の香りがしましたわ。そして、とても悲しそうな目をしていましたわ。あの瞳だけは、今でもはっきりと覚えています。って、どこへ向かったんだ？行き先は？さあ、それは…第一、あの方に会ったのは、一月以上前ですもの。そうか。ありがとう。手荒な真似をして、申し訳ない。早くその方が見つかるといいですね。ではごきげんよう。火薬か。ん？プリンセスを傷つける者は俺が許さん。誰だ？